皆さんこんにちは、ペーストでございます。シティーズスカイラインですね。続きやっていきましょう。ちょっとここはレクリエーションはいいんだけども、あれ、よしよし、人がねこれから集まるのかどうかっていうところでね。で、ここはちょっとこういう感じで、調整してみました。で、あとはね、地下鉄引っ張っちゃおうか。で、こっからね、バス乗る人、どっちもどっか、この辺に作っちまおう。で、これを引っ張ってこようと思ってるんで、よいしょ。まずは、路線を、ここまで引っ張っていく。あれ、で、こっちも降りる人がいないから、よいしょ、こんな感じですね。さあ、というあ、そっか、ここ電気来てないのか。これはうっかり八兵衛。水は来てたよね。あ、水は文句なし。で、水道管もちょっと引き直しになるんで、よいしょ。まあ、人口と金がだいぶ減った。金、お金半分くらいまで減りましたね。作っては壊し、作っては壊しってしてたんで。
これは元で。邪魔してんのか、見えてない。これが橋脚あんのか、もしかしたら。あ、ないよ、ないけど。でもう1個ぐらいね、ちょっとバスの車庫を作っときたいなと。
のとこには作りたくない。電気か、今度水は来てるはずだから これ、ね、ここはね、石油採掘用のね、じゃね、でカラーリングはちょっと申し訳ないけどグレーでいきましょう。グレーってどこだ、そこ線路邪魔してんの、作ってくれんからな。もう一丁
でも採掘し終わったらね、バンバン潰していこうかなとは思ってるんですけどね。人が集まるかやな、まず客がいない大赤字や。結構まめに作らないとね、やばいらしい。でここも路線がないから、いわゆるぐるぐるバス作らないかもね。そうしないと地価がね、上がんないくてね。マジ人集まらん。やばいな、これ。次で降りちゃうのかな。気長に待つしかないのか。学校。
しょうがないのか。ではね、この辺で今回はお別れしたいと思います。あ、ね、なかなかちょっとだんだん気が変わってくるからね都市の改造もね、2点3点してしまったりとかね、まあそういうのもあるんですけどね、多分ね、完璧はね、もちろんないの分かってるんでね、まあ、どれだけどこで妥協するかとかね、まあ、その辺も含めて重要になってくるんじゃないかな、いうところですね。ということで、今回はこの辺でお別れしたいと思います。ありがとうございました。それでは、さよなら。